トベの未来を占う。デビュー一週間で明らかになった数字の意外な真実。トベの新曲、ゴートがデビューしてから一週間。数字を見ると、初登場1位となり、一見すると成功の道を歩んでいるように見える。しかし、裏に隠れた数字によれば、これは実は予想外の低さだったようだ。デビュー曲のダウンロード数は65,891である。これはトベの期待値を下回る数字だが、特に気になるのは、 ジャニーズ事務所出身であるトラビシュジャパンが先行して配信デビューし、わずか3日間で66,716ダウンロードを達成したことだ。その日数でトベの数字を上回り、さらにビルボードグローバル200では初登場28位を獲得した。こうした数字の際から見ると、トベの実力はジャニーズ事務所の中でも底辺に位置しているようだ。 特に、トラビッシュジャパンはアメリカを除く全世界で初めてデビュー曲でチャート入りを果たし、その快挙は前代未聞だ。一方で、トベは、かつて、キング、プリンスとして知られたグループの一員としてデビューし、将来的には、スマップや、嵐のような成功を収めることが期待されていた。ところが、現実は厳しいもので、デビューから一週間の数字は期待以下である。何が問題なのか、それは、ナンバー、愛のメンバー、 特に平野紫耀が大物として期待されていたにもかかわらず、数字がかんばしくないことだ。とべはジャニーズ事務所内で最もセールスの低いグループであり、これはかつての金プリ時代の熱狂的なファンたちをも引き寄せることができなかったことを意味する。インプがデビューできなかったり、金プリ時代には一世を風靡した三宅健や北山博光といったメンバーが時の流れとともに人気を失った中で、とべは売れっ子グループであり、 かつジャニーズ事務所の中でもトップの人気を誇る平野を要していた。しかし、今回のデビューは期待を下回り、これが事務所全体にとっても危険な兆候となっている。戸辺は3月に4日間のドーム公演を予定しているが、果たして5万5000人の動員を達成できるのだろうか。これからの展開が非常に注目される。戸辺がトップに立つためには、どのような戦略や変化が必要なのか。デビューからの数字に対する反応や、 ファンからの期待値の変化も考慮に入れながら、トベが新たなスターを生み出すために、どのように進化していくのか、これからの展開が楽しみである。